かっていうとね、タイのパタヤにいます。パタヤのビーチロードとセカンドロードの間、ソイの13ね、ソイの13にいます。タイ語で言うと13座スイプサムって言うんだけど、で13にいます。そこでフットマッサージ、なんかすげえ足がね最近疲れるんですよね、痛い後ろ裏がね、ちょうど今フットマッサージいいなと思ってるんで受けてます。タイに来てから今日で3日目、バンコクに一晩して、パタヤ2晩目ですけどね、マッサージ初めてですということで、こんな感じでマッサージをします。誰もいないですね。なかなか可愛らしい若い女の子、20前半ぐらいかな、が気持ちいいっすわ、これで200バーツなんで、今ね、でプラスチップで上げようかと思ってます、50バーツで、こういう感じです。結構いいね、なんかこの感じは足の中なんか痛いっすね、分かったかな。ということで、こんな感じで今やってますけど、結構内装は豪華ですよね。で、あとは、こっち側ね、そこ見てください、これ。これ、タイのフミクモ国王、亡くなったホービーさんでしたね。タイというのは、不敬罪あります。不敬罪ということで、それの中で、まあ、ほとんど、まあ、逆にほとんどの国民がね、タイの国王を、尊敬してます。ね、まあ、現在の国王、殿下がいろんな噂があるんだけど、それでもね、尊敬します。ということで、まあ、これから飾られてるようなね、すごい感じします。いやでもいいっすね、やっぱタイのマッサージ、フットマッサージ、まあタイマッサージもやろうと思ってるんだけど、フットマッサージということで、ね、1時間ということでやってますけど、ということで、こんな感じでマッサージしてもらって気持ちいいですけどね、フットで結構気持ちよくなって、さらにこのヘッドマッサージということで、今深夜2時30分ぐらいで、3時半に終わってそこからすぐ寝ます。気持ちいいね、やっぱこのヘッドマッサージね、いいな。200バーツって大体 3.5 掛けなんで、だけどまあチップで最低50は上げます。150が100ね、なんでまあ100上げて300として、1050円ぐらい、